最近 SBI 証券にコテンパンに得られている楽天証券ですけど、反撃の時は来ました。昨日動画で紹介させていただきました SBI ETF セレクション。なんと SBI 証券ってですね、999や SPYD が買い付け手数料無料になるという、まあそんなサービスなんですけれども、これを発表した数日後に楽天証券、こんな発表を出しておりました。米国 ETF の買い付け手数料無料銘柄っていうのを 業界最大の15銘柄にしますということです。これについては、ツイッターで、はるさんという方がですね、速報を出されておりました。やはり SBI 証券に追従してきましたね。999、SPYD、VGT あたりは嬉しい方多いと思いますということで、いつも最速情報ありがとうございます。フォロワー数8万人超えの超インフルエンサーなんですけれども、皆さん、 本当にいい情報しか発信されないんで、ぜひフォローお願いいたします。早速ですけど、今回追加された ETF 何なのかっていうところ。追加される前から、楽天証券もいくつかの ETF、買い付けて数量無料でした。それが、VT。全世界に分散投資できるやつですね。S&P500 に連動する VOO。米国全体に投資する VTI。S&P500 に連動する SPY。不動産等のリートに投資ができる。 RWR、ゴールドへの投資の GLDM。そしてグローバレックス社の AI 関連企業に投資する AIQ。インテック企業へ投資する FINQ。ゲノム分野企業に投資する GNOM。この9つが今まで買い付けて数量無料でした。そして今回、ナスタック100に連動するトリプル Q。S&P500 の後輩通り回り銘柄に投資する SPYD。 ハイテクセクターに投資する VGT に、インド市場へ投資できる EPI。そして、米国の有料債券に投資する AGG。最後に、米国不動産に投資できる IYR。合計で15名柄が買い付け手数を無料になりました。経費率としてはこんな感じでして、グローバル X なんていうのは比較的経費率高いですけども、テーマ株としてはまあ妥当なところでしょう。今回、この15名柄っていうのを大きくカテゴライズしてみました。 左上の赤色関係っていうのはインデックス投資ってとこでしょう。左下が何とも言えないセクターですね。で、右上がテーマ系 AI、フィンテック、ゲノムって感じになってます。そして右下がコモディティですとか債券、そういう感じの株との分散によく用いられるアセットになります。こんな15銘柄なんですけれども、じゃあ楽天証券こんなになりましたけど、SBI とかマネックスはどうなったのか。 SBI なんていうのはね、この前動画でも解説させていただきましたけれども、パッと見た感じ、ポツポツと被ってるかなと。そんなところです。で、マネックス証券。マネックスはまだ新しい動きっていうのは出てないんですけど、こんな感じになっております。3つの証券会社間でどれぐらい被ってるのか。濃いオレンジで塗りつぶしているところが3証券会社で被ってるところ。オレンジに塗りつぶしているところが3つのうち2つの証券会社で被ってるものになります。 ですので逆に見ると、この楽天証券の塗ってない RWR、AIQ、そしてマネックス証券の IVV、DHS、DLN、DGRW っていうのが、この証券会社独自のですね、買い付け手数料無料の ETF です。まあ、どこの証券会社でもこれら購入することはできるんですけれども、RWR とグローバル X、ウィズダムツリーの3つの ETF っていうところはですね、 それぞれの個性っていうところでしょう。まずは g l o b ック x の3つのテーマ ETF を簡単にですけどご紹介。FINX、グローバ a ッ x スフィンテック ETF と呼ばれております。AIQ は g l o b ック x a i ビッグデータそして GNOM がグローバル l x Genome and b i o t e ETF ということで、ETF の名称からもう大体どういうテーマかすぐにわかるようなものになっております。FINX が少し古くて2016年から。 上場しております。経費率はまあこれぐらいで、えー、利回りはですね、FINX 今6.59とめっちゃ高いんですけども、これ配当はすごい不規則なんで、あんまりですね、この数字だけを当てにしないようにしてみてください。4年平均も0.47となってますけど、0の時も全然あります。AIQ は2018年登場したんですけれども、これもですね、利回りは全然です。預かり資産もそこまで大きくないですね。 GNOM も、まあそう、似たようなところでしょう。そして、この 3ETF。特にですね、フィンテックとゲノム系はリターン。この1年間のリターンめっちゃ悪いです。ということで、テーマ ETF っていうのは本当に流行り廃りがありますんで、もし投資される場合にもですね、かなりの長期っていうのは僕は正直お勧めしておりません。時代のトレンドに合わせて勝負していくような ETF かなと思っております。 不動産関係の ETF についても少し紹介させていただきたいと思います。IYR と RWR。RWR は楽天証券でのみ買い付けて数量無料です。IYR の方が世間一般では結構認知されてるんですけども、IYR はリートだけじゃなくて不動産関連企業とか全てを投資対象にしてるんですけど、RWR っていうのはモーゲージリートとかインフラリート、そこら辺は除外になってまして、 いわゆる純粋な不動産っていう感じになります。経費率としては IYR の方がかなり高いです。アルカリスさんも IYR の方がかなり大きいですね。配当については RWR の方が平均して高いんで、単純に安く抑えていきたいっていう意味では RWR の方がおすすめになります。ここまでが、今回楽天証券で買い付け手数料無料になった 15ETF と、まあ、その他の証券会社での買い付け無料 ETF、 そういったところのご紹介でした。楽天証券、意地を見せてくれるんだろうか ?15ETF が買い付け手数料無料。しかも、それらっていうのは基本的には SBI で買い付け無料なもの、プラスアルファっていう感じになってます。インデックス、コモディティ、グロース、どの分野でも楽天証券で買い付け手数料無料でいけると。じゃあ実際これらの ETF の過去の成績どんな感じなのっていうところ。前回の SBIETF セレクションに少し習いながら紹介していきたいと思います。楽天 ETF セレクションという勝手に名前付けさせてもらってますけれども、これに対して前回同様、秘密のポートフォリオ10種、これをですね、バチバチに比較していきたいと思います。ということで、楽天 VS、なんとか太郎さん、行ってみましょう。今回はグローバル X の ETF があるんで、運用期間がちょっと短くなってしまいます。 FINX とか AIQ が登場している2018年6月からここから見るとですね現在ですと若干ですけども楽天の今回の ETF セレクションを均等にした方がリターン高かったです今回秘密のポートフォリオの方は優秀な成績になっておりますねさらにゲノム ETF が登場した2019年5月からで見てみるとリターンとしては楽天の方は優秀なんですけどマックス r ローダウンですとかファーストイヤー ここら辺はどうしてもですね、楽天の方が悪い結果になってきます。ですので、秘密のポートフォリオに比べると、今回、テーマ ETF などを均等に分散しているっていうこともあって、リターンはいいけど、結構振れ幅の大きいような運用成績になっております。ただ、これは単純に均等に振り分けた場合です。前回の SBIETF セレクション同様に、どんなポートフォリオを組んでいきましょうか。今回も、あの、有名ロボアドバイザーウェルスナビ、 これが提唱しているようなポートフォリオに似せて作っていきましょう。まず、ウェルスナビのポートフォリオがこんな感じです。右画面は実際僕が運用している成績なんですけども、米国株35%、日曜株が33%、新興国16%に、債券、金、増産が5%ずつです。前回 SBI セレクション時はこんな感じで、日曜株の代わりに VTI のウェイトをかなり大きくして、新興国株に EPI を加えました。 ETF セレクションで採用している ETF って全部楽天でも今回買い付け手数料無料でいけるんですけどこれをそのまま使っちゃ面白くないということで米国株の部分は完全に一緒で VTI にしておりますグロース株のところを今回ちょっとアレンジということで FINX フィンテックのやつを入れてますそして不動産も意図的にちょっと外して RWR を入れてみましたこの結果どんなリターンになるのか見てみましょうか 青色がウェルスナビ赤が SBI ETF セレクションそして黄色が楽天になりまして見事楽天証券のポートフォリオが一番リターンが高くしかもマックスドローダウンも一番若干ですけど小さいという結果になっておりましたシャープレンは SBI が若干ですけど優秀という結果になってまってここまでが今回楽天証券で買い付け手数料無料になった 15ETF のご紹介と まあ、ポートフォリオの組み方などの一例の紹介でした。ただ、今回ですね、楽天証券は買い付けて数量だけじゃなくて、ちょっといろんな動きを見せておりましたので、合わせてご紹介したいと思います。楽天証券使ってる人は必ずチェックしてほしい内容なんですけども、4月3日、この動画上がるタイミングではもしかすると翌日からかもしれませんけど、スマートフォンサイトで米国株式取引可能ということです。2022年4月3日から、 スマートフォンサイトで米国株式の取引ができます。パソコンサイトと同様に銘柄検索とか、銘柄の詳細が見れます。しかも、注文役場画面、ここでですね、他チャンネル、i イスピードなどで、まあ、注文した内容について、訂正とか取り消しもできるようです。画面イメージはこんな感じですね。ここの部分、押すと、米国株式のトップ画面に行けるようです。 ま、ただね、アイスピードがめちゃくちゃ便利なんで、どこまでこっちを使う人がいるのかっていうのが少し謎なとこですけども、こんなサービスが開始します。そして、米国株の積み立て機能っていうのも拡充されるようです。積み立てに関するメール機能がアップグレードして、積み立て設定の一覧にですね、毎月の参考支払い代金とか、今月の約上済みの金額、ここら辺が追加になるようです。また、保有商品とか、 入出金の履歴、取引履歴っていうのも見やすくなるっていうことでした。メールがアップグレードするっていうのがどんな感じか僕も全然ピンとこなかったんですけど、一例としてこんな感じのメール届くようです。本日の時点で発注予定株数が1株未満のため買い付けできない可能性がありますということで、設定しててもその後にですね、株価が急に上がりすぎて1株買えない場合とかにメールが来るみたいです。これで買い付けできない積み立てエラーっていうのを事前に防ぐことができます。 また、積み立て設定一覧にですね、毎月の金額っていうのが出るんで、あ、口座に大体これぐらい入れとかなきゃなっていうのが、も、ま、う、あ、一目でわかるようになります。で、受け渡し代金がこれぐらいですよっていうので、注文状況もわかりますんで、毎月の資産の出方とか、ここら辺もパーッと見やすいかなと思います。こういう商品一覧とか、入出金履歴なんていう画面においても、通常か積み立てかっていうのが一目でわかるようになりますんで、 どういう投資方法でどれぐらいの株数を持ってるかっていうのは一目でわかります。こんな感じで楽天証券もですね、解約解約って言われてますけど、しっかりと改善してくれているところもあります。まあ、皆さんがちょっと求めているとことは違うかもしれませんけれども、楽天証券は米国株取引機能とかそこら辺新しくするためにこんな感じでアメコミテイストの解説ページっていうのを作ってます。めちゃくちゃわかりやすいんで、せっかくなんでちょっとご紹介したいと思います。 ちょっとどんな感じのことを書いてるか見てみましょう。マーベルシリーズとか DC にありそうな漫画テイストなんで僕めっちゃ好きなんですけども。ニュースサービスということで。はい、こんな感じのこと書かれてますね。えー、7月から、米国株式信用取引。そして4月から、米国株式 SPU 対象。米国株スマートフォンサイト対応っていう感じで書かれてます。じゃあちょっと早い、まだ先の話ですけど、米国株式信用取引のとこ見てみましょう。 ついに、この時が来た。信用取引のスタートだ。SPU だと、こんな感じで、わかりやすいですね。投資する市場と商品が分散できて、ポイントがもらえるってわけね、っていうことで、投資信託へのポイント投資と、米国株式へのポイント投資。これらで、SPU 合計最大プラス1倍っていうことで紹介されてます。あとは、スマートフォンサイトだと、うーん、ちょっと見づらいかも。 スマートフォン専用に UI が一新ということで、より快適に取引できるぞ。そんな感じのですね。シンプルなんですけども、要点を押さえた漫画テイストで紹介してくれてますんで、ちょっと細かい文字とか読むの苦手な方はですね、このサイトを見れば、楽天証券がどんなサービスをどんどんと拡充してくれてるのか一目でわかります。さあ、SBI の動画でも言ってましたけども、2022年、買い付け手数料無料勝負の 本当にそんな年になりそうですね。今回、楽天証券は 15ETF が買い付け無料になりました。楽天証券って結構 UI 気に入ってる人多いんですよね。それがさらに今後改善されていくことが期待できます。7月には各証券会社、米国株の信用取引が開始になります。これに合わせてさらなるサービスやキャンペーン期待していきましょう。いやー、SBI 証券が動いたら速攻で楽天証券続いてきましたね。 まあこんな風にユーザー的にはですね、お互い争ってくれる方がメリットも大きいんですけど、こっちの証券会社、あっちの証券会社って振り回されるのもなかなか大変なんで、安くなるのは嬉しいですけど、振り回されすぎて、もう訳わ,わかんないってことにならないように気をつけましょう。ということで今回は楽天証券の反撃、買い付け手数料無料ですとか、4月からの新サービスの紹介でした。 よろしければ、今後もこういう証券会社の情報とかも発信していきますんで、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。